レオン師匠のふかつりぼりレオン師匠こんにちははいこんにちは本日もよろしくお願いしますよろしくお願いします今日いただいた質問はですねど、うん、ちらかというと入門編的な質問になります、うん、はい。えっ、ー、とその質問がですね、うん、初歩的な質問で恐縮なのですが、うん、P ラインを使うときはなぜフロロリーダーが必要なのでしょうか ナイロンやエステルではダメなのでしょうか、うん、という質問でございます。ああ、なるほどね。はい。えっ、ー、とね、P ラインとリーダーの関係性についてのなんだけど、まず基本的に、えー、なぜ直結ではダメですかという質問ですけど、これはね、あのぜひ自分でやってみて。うん、うん。何があるかって言ったら、針、えー、だとね、危ないんで。 こういうメタルジグかなんかの愛にいつも使ってる P まあアジングだったら0203メバリングだったらまあ0405ぐらいが多いと思うのこれに P ラインを何の結びでいいから直結で結んで緩めといてポンって引っ張ってみてはいプ,てプトンってすぐ切れるからうパツンって本当にちょっとやってみましょうか今これ0.65 はい。うん。レイ点六。いつものクルクルのハングマンズノット。 0.65だからね強いよそうです、ね、P の06でリーダー2号3号ぐらいを根掛かりして切ろうと思ったらなかなか切,切れないよねはい差を折れそうになるぐらいこれね P って金属に直接結ぶとショックにものすごく弱いのうん当に軽い力で、うん、<laughs> みんないくらも力入れ,れてないよ これやってみて、質問者の方。どれぐらい弱いか。うん、うん。P ラインは金属に直接結ぶと、どえらい弱いよっていうのが、まず一つの理由です。直結はダメなのは。うん。もう一つは、直結すると、例えば、フロロだったりナイロンだったりしたら、このプラグの I に直接結ぶこともあるよね。はい。 うん、P でやってみとからもう針やなんかにくりくり巻き柔らかいから腰がないから巻きついてね釣りにならなくて嫌になっちゃう。うん確かにだから、うん、だからリーダーをつけますよと二2つの意味があるの。うんうん、えっ、ー、とねこれ0.65だから14ポンドあります。で普通は、えー、フロロやナイロンやポリエステルは 1>, 1号で4ポンドなんだよね。はい。直線強度ね。うん、1>, 1号で4ポンド。1号糸のナイロンでもエステルでもフロールでもいいから、モノフィラメントの1号を持ってポンってやって切ってこない。切れないから、<laughs> こんなことすぐに、うん、1>, 1号もあると。0.5号ぐらいだとね、パ,パンってやったら、プちっと切れるけど、それでもこれ16ポンドだよ。 うん、14ポンドか14ポンドがあんなにあっさり切れるんだっていうのをね頭に入てたくねで P ラインのこの14ポンドをの強さをいかに生かすかっつったらここへクッションリーダーが必要なわけだ、うん、つまり伸びないから衝撃に弱いわけ、うん、じゃあ先ほどの質問の中にはなぜフロールでエステルじゃダメなのかっていう質問があった一番伸びないのは P なんだよね はいだからポンって切りやすい。で次に伸びないのがエステルだからね。うんだからポンって急激なショックにはエステル切りやすい。でフロロだといくらかましい。うん、ポンってやってもなかなか切れないのはナイロンです。<laughs> 確かに圧倒的にナイロン。うん。うんなんか僕なんかリーダーがフロロのとナイロンと半々ですよ使ってるのは。ううん、うん 特にあの磯なんかに行って大きな旗なんか狙う時、えー、っときは、5号、7号、15ぐらいのリーダー使うわけ。うん、5号ぐらいまでだったらね、フロールでもいいんだけど、7、8、10ぐらいのリーダーになると、太すぎて、フロールが硬すぎて、大変なの、作業が。うん、それもあってナイロンにするんだけど、 えー、PE の2号とか3号とかもほぼ伸びないからね <laughs>、うん、この伸びない糸でゴーンとか合わせるの激しい通用するときはナイロンにするんですよ切れないんで急激なショックで、うん、だからなぜエステルリーダー、えー、PE にリーダーでエステル使う人が少ないかっていうのはやっぱり急激なショックにあ,あんまり強くないから、うん、エステルがあのー の方がほととんどだと思うよ僕がリーダーでポリエステルを使うことが一切ないのはあの完全にそこなので。<laughs> うん,うん、うん、でえエステルでリーダーの話が出たからついでにお話しすると例えばあの堤防カワハギとか堤防キス釣りだとか餌釣り用のこう枝貼りがいっぱいついた仕掛けがあるじゃん。はい あれの枝張りって全部エステルなのよ。お<ー>ほとんど、全部とは言いません。もう九十パーセントでも。あの、出来上がってる仕掛けの、複数針がついてる仕掛けの枝は。ほとんどポリエステル。これはなぜかっつったら、硬いからな。うんうん、だから、あの絡まないの。幹糸に。なるほど。これ全部ナイロンで作ったら、もう釣れな,ないよ。<laughs> ナイロンで。巻いてたら、もう枝く、るくる全部絡みついてて、こうなってくれないんだよ。 うん、枝はこう出て針餌ってこうなって針餌、サってピンピンしといてほしいのねだから餌釣りの3本針5本針の仕掛けの枝がエステルだっていうのは硬いからやってるわけ僕なんかあの全日本サーフって日本で一番大きい釣りクラブのもともとサーフキャスティングの釣りの 出身なの、最初はね、でもね市販の枝張りのエステルは切れるんだようううんうん、うん。やっぱりコーンとか合わせた時にだから僕もだけど先輩に教えられたんだけど全部フロールで作ってた枝仕掛けはお<ー>エステルを使わない理由っていうのはもうその50年ぐらい前からそ同じ理由なってうん。 ゆっくりぐーんと合わせる釣りにはあるいは魚のウエイトがない場合ね多少早くピシッと合わせてもアジの例えば20センチぐらいだったら相手のウエイトがないからそんなにこうかかんないじゃない相手が重たいと合わせただけもう糸に負担かかるからゴンってだから根魚釣る時にもエステルっていうのは しかも顎が硬い魚で根魚うるすると強く合わせないと貫通しないから強く合わせるそういう釣りにはやっぱりエステルは向かないんだよね。なるほど、うん。それが理由ですよリーダーであまり使わないというのはね。うん、ただ、あのー、アジングなんかをやる人で感度が欲しい人はエステルの感度ってなんかやっぱりえいものがあるよね。うん、それをあえてメインレインは P にしますよ P はさらに感度がいいよね伸びてる場合はたるんでたら P って感度ゼロだからね <laughs> 確かに水の中でフロールやエステルがこうたるんでてもたるんだラインを魚が引っ張ったらね全体が動くんだ糸ってこう,うん、うん、だから感度出るんだけど P ラインはこう緩んでたら魚が引っ張ってもこの緩んでるところがこういくだけでこっち動かない こういうのも覚えておいて。<laughs> うん。返事がちょっと複雑になってきてるから。ないうんだからその、まあか、仮にエステルっておっしゃってるんで、どうもアジンガーの方かなと思って今返事してるわけ。なるほど、うん。だから、まあ、ピーアジングやりたいよ。じゃあ、リーダーエステルがいいんじゃねって思われたのかなと思うの、単純に。いいんじゃないですか。<laughs> アジアジでしかも普通にレギュラーサイズ2 0ンチから大きくて3 0ンチぐらいまでまあうんだったら細 PE にエステルリーダーで縦の釣りで常にこうラインがたんでない状態で辺りを待つような釣りだったら感度良好ですよやっぱり PE プラスエステルは。 でしかもドラッグ緩くしといてパツッと合わせた時にプツンと切れないようにその辺もねちゃんと調整しておけばあ僕アジングではかなり僕はありだと思います、はい、そうですねアジングだとうん、うん、使えそうですよね、うん、ちなみにオン師匠は PE と、うん、まあフロロのリーダー結ぶ時はどんなノットで結ばれてますか あのね若い時と違ってと言ってももうこの20年以上なんだけど僕あれこれあんまりたくさんやるの好きじゃないんだよ。で自分なりに PE とモノフィラメントの結束をいろんな結び方からや,やりました。うんまあ僕らの時代にはねオールあのだダブルライン作ってオールブライトノットとか、ね、そんなとこから始めたんだけどうん今は摩擦系のノット主流じゃない えー、四つ編みの社員さんで志田さんっていう方がまあ FG ノットの生みの親なんだよね志田さんに手ほどき受けたのよ僕は20年以上前に<ー>でどんなのノットよりも FG ノットが一番この結び目がちっちゃくできるよねそうするとロングリーダーにしててもノット部分のガイドストレスが 限りなくっちちっゃいわけノットが、はい、だから僕は FG ノットしかやらない。うんで青物なんかやる人はもっと結構 PF ノットだの何だのっていろんなことやられますけど、はい、僕,の僕も青物やるんだよねあの。マイボートで岩国行って8090のブリとかメーターのサワラとか、うん、釣ってますいつも。でも僕は普通に FG ノットなんです。 切れたら試しがない。あれ GT とかマグロとかになると話は別なんだろうけどまあシーバスからブリの780ぐらいだったら全然 FG ノットで OK だから僕はアジングもメバリングもエギングも全部 FG ですうん。なるほど <laughs>、うん、でなおかつ FG でアジメバの時はエンドノットやらない僕は。ああなるほど。 ガーッと編みつけて、10回から12回編んで、ぎゅーっと締めて、最初の締め付けをぎゅーっといったら、エンドノットは、クリックリックリと3回巻いて、キュッてやって、プつっときと終わり。うん,う,んう,んうん。14、5回編んだ、編んだ後に、さらにこう、10回、エンドノットする方いますよね。はいはい、あの、ハーフヒッチを交互に。そう,そうそう、あれはやらない、僕。うん。<laughs> ハーフヒッチじゃなくて、 編んで1回ハーフヒッチしてギューっと締めるよね、はい、そうしたらうちだけ3回で終わりうんうん、うん、なるほどうんこれでハタクラスまでは全然何 <laughs> の問題もない <laughs> 5 0チ六6 0ンチぐらいやってもええー、というとこだよねうんあと、まあ、せっかくなのでビーとエステルビーとフロロビーとナイロンライン の使い分けもえ質問者の方ちょっと一生懸命勉強してくださったらいいなと思うんです。で合わせを強く入れるような釣りだったら、えー、PE が伸びないからリーダーの方をクッション性の高いナイロンなんかでもおすすめですよということなんですけど FG ノットのおちょっとしたコツもね今お伝えしたんですけどこの PE ラインってすごく滑りやすいので FG なら FG。 まあ、FG じゃない、えー、トリプルサージェンスなんかでもいいんですけどコツがあるんです一番重要なことだけ伝えておきますねナイロンラインやエステルラインに PE をくりくり巻いて締めるときに絶対に急いで締めないギュッギュッて締めるとバッと熱が出るとそれで極端にもろくなるんですよ ゆっくり力入れていって、ースピードとにかく遅くしっかりゆっくり締めるうんでうすん、うん。で、もうこれで精一杯っていうところで、最低15秒保持。歯で加えるなりなんかして。最低15秒、できれば30秒。特に FG ノットの場合は、12巻きとか15巻きぐらいしてるわけでしょ。はい この全体が均一にぎゅーっと締まるまでは30秒かかると思って意外とかかるんですね意外とかかる、うん、あのあの破断テストがあるじゃない、はい、糸のノットの散々やったけどねぎゅっと締めて測った時と30秒かけてゆっくり締め込んで測った場合で下手すら倍ぐらい違うそうですね えー、編,み編み込んで締める時は必ずつばつけて全体をしっかり締めらせてゆっくり締め込んで限界までいったところで30秒保ちうんこれをしっかりやってもらったらね、あのー、ミスのない快適な釣りでできますはいこんなとこでいかがでしょうバッチリだと思います はい、確かに最初 PE を使い始めた時って、うん、一体リーダーって何を選べばいいんだとか太さはどうしようとかいろいろ悩みますけどだんだん慣れていくとねそこ自分であの種類を変えてみたり太さ変えてみたりするのもなんか技というかあれになってくると思うのでぜひいろいろ試してみていただけるといいのではないかと思います。俺なんかさもう50年も前からルアズルやってるわけじゃん。はい 初めて PE が出たことあるよね40年ぐらい前とか。はいはいはい,いや。強いってめちゃくちゃ強いよね。はい。ナイロンラインとかの四同じ太さだったら4倍5倍ぐらいあるわけ。これ絶対ええわってんでで、あのー、でっかいプラグ結んでトップウォーターでつるの好きだったから、はい、喜んで買ってでトップウォータープラグに安易に近づけて結んで。 バチって投げたら切れてすっ飛んでいくんだよほんでほ魚食ってボーン押したらプチッと切れて <laughs> 文句言いに行ったもん釣具屋に <laughs> 何が四倍強度ですぐ切れるやないかって文句言いに行ったら <laughs> リーダーがいるんですよって言われて <laughs> すみません<笑><笑>みんな知らなかったねあの頃 <laughs> なるほど はい、ということでした。だから、あなただけじゃないです。僕も最初は全く知らなかったという話ですね。はい。はい。四四本,本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。えっ、ー、と、今日の動画、役に立ったよという方は、ぜひグッドボタンを。あと、動画の感想、また LINE について。 いろんなことをレオン賞に聞いてみたいことあったらコメント欄の方までお願いしますあとまだこのチャンネル登録してないっていう方はぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいですはいじゃあレオン賞今日もありがとうございましたはいありがとうございましたじゃまたね